こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、タンバリン編。この動画では、タンバリンで2回連続でアクセントを打つダブルアクセントの方法について解説していきます。今まで練習してきたシングルのアクセントより、はっきり言ってかなり難しい内容になってますけれども、やり方が分かって、あとは慣れさえすればですね、必ずできる内容なので、じっくりとトライしてください。では早速やっていきましょう。例えば、1、2、3、4の、1と2にアクセントをつけたい場合、タタツツ、タタツツ、タタツツといった感じですね。シングルのアクセントの場合、表のアクセントは、こちらの手のひらに当てて、裏のアクセントは、指先に当てていました。このやり方で1と2の2つにアクセントを入れようとすると、まあ、できないことはないですけれども、少し難しいです。1と2で連続でアクセントを打とうとした場合、最初の手のひらに当ててから次に指に当てるまで、この移動距離がちょっと短すぎるんですよね。まあ、頑張ればできなくもないんですけれども、もうこの振り幅でやらなくてはいけないので、ちょっとリズムも安定せず難しいということで、何か違う方法で考えます。やり方の一つ目としては、今までアクセントでこうタンバリンを打ち止めていたところを振り抜いてしまいます。こうすることによってタンバリンの振り幅を保ったまま2回アクセントを入れることができます。すごくゆっくりやってみます。まず1のアクセント。今までこう打ち止めていたところをですね、少し手を斜めというか、こう打った後もタンバリンが通過するぐらいの、まあ、スペースをこの辺に作ってあげてですね、こう当たって振り抜く。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 ポイントとしては、タッタンと2回音が鳴らないように、1回だけ、鳴るようにします。で、1で振り抜いた流れで、こちらの手を少しですね、丸めて、もう次の2の構えをしておきます。そして外側にタンバリンを振っていって、この構えてた指に当てて振り抜く。こんな感じです。では1と2のアクセント、ゆっくりから始めてだんだん速くしていきます。こっちの振っている手は最初肘から先で振って、速くなってきたらだんだん手首のスナップも利用するのが良いでしょう。ではもう一つですね、ダブルを打つのに腕を使った方法を紹介します。こちらの方がやりやすく簡単なのではないかと思います。今まで表のアクセント、手のひらで打っていましたが、これを今度、ここの腕の部分で代用します。こんな感じです。表のアクセントを腕の部分、裏のアクセントを指先の部分に当てるようにすると、今度はタンバリンを振り抜かなくても、この中で十分に振り幅が保てますので、
このように2回連続でアクセントを打つことができます。やり方としてはこのタンバリンを振っている位置をですね、そのまま腕でぐるっと囲ってしまって、こう表も裏も両方当たるように調整して、まあ1と2なら1、2と当てて3、4は空振り3、4、1、2、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 こんな感じですね。この手のひらで叩く音とこの腕に当てて叩く音っていうのはちょっと音程が違いますので、両方できるようになっておいて使い分けられると最高です。では最後に回転させる奏法でもダブルのアクセントやってみます。回転させる奏法の方がですね、実は連続するアクセントはやりやすいです。回転させる奏法の場合、表のアクセントがこのタンバリンの上側に当たるようにして、裏のアクセントがタンバリンの下側に当たるようにしてましたので、連続する場合ですね、もうそのまま表裏表裏表裏と、まあ、こっちの回転に合わせてこっちを少し反らせてあげるだけで大丈夫です。では1と2に連続してアクセントを入れてみます。コツとしてはこちらの手がなるべくコンパクトな動きでタンバリンに当たると良いです。こういった楕円形のタンバリンの場合はこの上と下の端まで行かずともですね、まあ、この取っ手の近く、もう極端な話この辺りに当たっていれば、十分 OK です。こんな感じです。はい、というわけでダブルアクセントの方法3種類解説しました。振り抜く方法、腕を使う方法、あとは、回転させる方法ですね。今回1、2、3、4の1と2にアクセントをつけて説明しました。慣れてきましたらこれを移動して2と3、あと3と4、あと4と1というアクセントの組み合わせでも練習してみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。